チャオ、あっちゃんです。今日1月30日やねんけども、1月29日発売マクドナルドの白星ダブダブチーと白星ダブルテリヤキ、頂上対決ってやつね。マックのちょっと待ってね、人気ナンバーワンダブチ、売り上げナンバーワンテリヤキ、ナンバーワンはあなたが決める最終決戦、白星ダブダブチ、白星ダブルテリヤキね、二強バトルです。はい、白星ダブルビーフダブルチーズバーガー、白星ダブルテリヤキマックバーガー、すごいよボリューム、ビーフパティが4枚とチーズが、ダブダブチーやから、チーズは2枚か、白いチーズやね、ホワイトチェダーチーズに変わってるね。で、ダブルテリヤキはテリヤキのパティが2枚、ちょっとこれガッツリ系やねんけどね。これの最終決戦来ました。頂上対決最終決戦では白星合戦、起きて破りの4枚ビーフパティで驚きのボリューム、白星ダブダブチと2枚のポークパティとホワイトチェダーチーズが絶妙な味わい、白星ダブルテリヤキが期間限定で登場ということでね、食べてみたいと思います。はい、ではとりあえずね、さっきね、白星ダブダブチからいきます。濃い味をさっき言ってしまうとね、めんぼけちゃうんでね。でまたね、これね、切ってもらったんでね、ガクッと切ってもらったんで、お、素晴らしく潰れし、こんな潰れちゃってるよ、もう意味わからない。あ、こっちの方がわかりやすいかな。ちょっと待って、これ間違えてんちゃう、ビーフパーティー2枚しか入ってん、ほらねえ、これは違うよね、こうやって比べられへんよね。ちょっと待って、こっちは2枚入ってんね。ちょっとこれ聞いてこよう、ちょっと聞いてきます。はい、クルーのミスで、やっぱりパッと2枚しか出てない、やっぱり4枚でした。はい、全然ボリュームが違うね、ほらはい、ということで、全然違う、こんなんね。ではキュウリが出てんの、あんまりね、こんなフレームは言いたくないんだけどでもやっぱりね、魅力を伝えるには本物じゃないと。やつれた顔してんな。はい、行きます。いただきます。待ってよ。ポット観光。光が暗い。ではいただきます。あ、食べきれへんな。行きます。あ、うん。めっちゃボリューミー。俺は1個で満足するわ。うん。あ、最悪、スカートに落ちた。スカートにシミになっちゃった。
今日なんか半分しか入って、風邪ひくし半分しか入ってんし、クレーム入れてバチやってるし、吹きつけて言うし、ダメじゃん。目覚まし占いすごく良かったのに、1位やったのに、1位ちょうだかな、なんかすごい良かったんよ。気を取り直していただきます、うん、もう汚さんよりもこう、おいしい。あのね、めっちゃ肉肉し、肉って感じ。割と手だがね、出ろ。レッドチーダーが好きかも。あの、もうちょっとチーズ感欲しいけど、うん、スパイシーで、トマトソースはね足らんの、肉が激しすぎて。ただその分香辛料、あのブラックペッパーが効いてるのかな、すごくね、うん、なんちゅうの、ガツッと肉がくんねん。うん、肉食べてるって感じ。うん、だけどダブダブちゃうよ、ただのダブちゃうからあれ食べたら、でもえこんなんかなみたいな、こうかんけど、うん、でも肉4枚よ、うんうんうん、俺はうん、これ定番にしてほしいな。これにチーズをあと2枚ダブダブチ、ダブダブチちゃん、ダブ、だからもう何でもいいや、チーズあと2枚足してほしいね。おいしい。これはね、文句なしにおいしい。ね、ダブルテリヤキはこっちにいるよ。テリヤキは神がなかった。神なかったら食べられへん。美味しい。やばいやばいやばい。うん、あの肉肉しくってね、すごい、あのなんていうの、いい、うん、ほんまにお肉食べてるって感じですの。では次、ダブルテリヤ、ダブルテリヤキ、テリヤキビーフがね2枚入ってんだけど、これはこぼれそうで食べに行くと、いただきます、いきます。お、うん、あー、おいしい。こっちもね、テリヤキってもうソースの強さでやられてまうんね、美味しくってね。もう肉あってもなかってもあってもなかってもあかんけど、まあ、あのテリヤキソースと
マヨネーズのハーモニーでも最高って思うんだけど、チーズがね寝ぼけてんねん意外とね。でも肉ダブルになることで照り焼きのソースやねんけど、これ食べとったら肉を感じんねん。これも美味しい。うん、これこううつつけがたい。うん、照り焼き好きでがっつり生きた人も絶対おすすめ。うん、なんかジャーリー出した。いきしょう。文句なしの美味しさ。どっちもね。今回のは大当たり。ただね、重い。手が汚れます。照り焼きはね。お腹いっぱい、もう満足満足。うん。2枚は効くわ。最後の食事、あのね、照り焼きの2枚もすごい、なんか大満足、すごい満足するこれ。どういくの、あのね、食べ終わった。あの照り焼きはね、食べた時にソースとパンとね、のあのハーモニーがすごく美味しいやんか。あのレタスとねが美味しいんだけど、食べた後、あ美味しかったで終わるところがね、肉が残んのよ。肉っていうのが口の中に残って、チーズが意外とねわからんかった。まあ、全くわからんわけじゃないけど、どっちかって言ったらチーズがね、照り焼きのソースをマイルドにしてる。うん、な食べやすくはなるんやけど、その分肉ががっつりきてだから、なんかもう満足する。うん、どっち食べても当たりやと思う。で、次あっちゃんリピスネタどっち言ったら、ダブダブチ。白星ダブダブチ。ダブダブチはね、ビーフパティが4枚入ってることで、ものすごい肉肉しい感じがして、肉っていう感じがもうめちゃくちゃ口の中に残るね。そのスパイシーなソースと、あのトマトソースとね、ピクルスのハーモニーとチーズのね、チーズ感がすごい出てんねん。だからソースがあの力強くない分、うん、照り焼きみたいにねガツンときたあの重いソースじゃない分、チーズとビーフパティがすごく感じるけど、食べた後の肉肉しさの満足感。はい、ということでね、白星ダブダブチがあっちゃん好きです。これ定番にしてほしいな。前回ねダブダブチ定番にしてほしいなって言ったけど、白星ダブダブチ定番にしてほしい、うん、って思った。めちゃくちゃ美味しいです。大満足です。ということで、出てこい、冷めちゃったな、残ってんのよ。エル買わんだよ、こっち持って帰ろう。
ああ、でででで、足組んだ。足組んだ足が歩道系になってた。はい、ちょっとね、ちょっとゴミ。はい、いうことで今日はね、最終決戦、白星ダブダブチーと、白星ダブル照り焼き、あっちゃんは白星ダブダブチーが好きやったね。ダブダブチーね、白星白ホワイトチェダーチーズを使ってね、でホワイト使うことによってね、照り焼きの方は完全にチーズが消えてる。ただまあ照り焼きのソースがマイルドになった分すごく美味しい、食べやすいけども肉肉しさが残る。で、白星ダブダブチーはもうちょっとチーズ感が欲しいなとは思ったけど、肉感の最後のね満足さがすごい。ってことで、白星ダブダブチーがあっちゃんは好きでした。はい、いうことで今日のあっちゃんの、お昼ご飯、マクドナルド最終決戦、白星ダブダブチーバーサス白星ダブル照り焼き、あっちゃんの中ではやっぱりダブダブチーが好きです。で前回の辛いやつヒーヒーは照り焼き買ったけどね、第1回目のダブダブチー対決はあの時はねビーフパティが1枚やった分照り焼き、意外とちょっと弱かったかなと思うんだけど、今回ね勝負する、もうどっちかって言われたらどっちでもいいよ。でも自分でどっちが注文せって言われたらやっぱりダブダブチーの方ってしまいます。はい、いう感じで今日のあっちゃんの白星決戦、どっちになっても美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんの、マクドナルド最終決戦、白星ダブダブチー白星バーサス白星ダブル照り焼き、良かったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメントチャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。またマクドナルド新製品出たらね食べに行きたいと思います。で他のねマクドナルド以外のところもねいろいろ新製品出たら探しに行ってきます。ということでね、この辺今日の、あっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。